滝沢秀明の野望が動き出す。戸部が目指す世界進出とその裏側、ナンバーアンダーライン愛と共に世界へ。滝沢秀明氏が設立したエンターテインメント会社、戸部が新たな人材を求め、求人募集を開始した。このニュースは日本のエンタメ業界にとって大きな話題となっている。特に、二桁採用もあり得る、という規模の大きさが注目を集めているが、 その背後には滝沢市の壮大な戦略と未来へのビジョンが隠されている。2023年3月21日に設立された戸部は、設立からわずか1年2ヶ月で業界内での存在感を急速に高めてきた。これまでは滝沢市の個人的なネットワークを活かして社員を集めていたが、今回の求人募集は一般向けに行われる初の大規模なものとなる。5月31日、転職求人サイト。 マイナビ転職において、デスク、マネージャー、ライブ制作の三職種で募集を開始し、滝沢氏自身も X、旧ツイッターで応募を呼びかけた。この動きはトベがさらなる成長を目指していることを示している。トベの現在の成功は、ナンバーアンダーライン愛の存在によって支えられている部分が大きい。特にメンバーである平野翔が単独 CM などで大きな収益を上げていることが会社。 全体の成長に寄与している。最近ではナンバーアンダーライン愛の新曲、ボンの MV が公開され、短期間で数千万回の再生回数を記録している。これにより、彼らの人気と影響力が証明された形だ。しかし、滝沢氏はこの成功に甘んじることなく、得られた利益を先行投資として積極的に活用している。他の飛べ所属タレントを育成し、 売り出すための資金としている。特に注目されるのは、若くて一般知名度が低かった IMP。やオーディションで選ばれたトレーニー、研修生の成長である。滝沢氏の戦略は、彼らをしっかりと育て上げ、メジャーデビューさせ、大規模なコンサートや物販を通じて、さらに収益を上げるというものだ。トレーニーの数は昨年12月時点で約25人で、 公式サイトでは平均年齢12歳の5人組ユニットウィンクファーストや、顔を防止で隠し名前や年齢も不明な6人組ユニット D パルスが紹介されている。これらの若いタレントを育成するためには多くのスタッフが必要であり、今回の求人募集はそのための土壌を整えるためでもある。さらに、トベの勢いは業界内で目を見張るものがあり。 今回の大規模な人材募集は、その勢いをさらに加速させるための重要な一手である。飛べの野望は日本国内にとどまらず、世界を舞台にしている。n ンバーアン Underline I は4月にアメリカのカリフォルニア州で開催された、世界最大級の野外音楽フェスティバル、コーチャイラバレーミュージックアーツフェスティバルに出演し、IMP も中国の生徒で行われた、チェングドゥストロベリーミュージックフェスティバルに出演した。 滝沢氏自身も IMP と共に中国を訪れ、現地での営業活動を行っている。このような世界進出の背景には、韓国のエンターテインメント会社 HYBE の成功がある。HYBE は2005年に設立され、BTS が世界的に成功するまでの間、倒産の危機に直面したこともあった。しかし、現在では BTS の成功により、 世界的なエンターテインメント企業として、確固たる地位を築いている。トベも同様に、ナンバーアンダーライン愛を中心に世界進出を加速させ、その他のグループも世界的な舞台で成功させることを目指している。トベの戦略は、ただ単にタレントを育成し、売り出すだけではない。滝沢市のビジョンは、日本のエンタメ業界全体を変革し、世界に通用するエンターテインメントを提供することである。 そのためには、優れた人材を集め、組織全体を強化することが不可欠であり、今回の求人募集は、その第一歩となる。滝沢氏が旧ジャニーズ事務所を退社し、リスクを承知で独立した背景には、より自由に冒険し、日本のエンタメを世界に広げたいという強い情熱がある。その決断は、多くのファンや業界関係者にインスピレーションを与えている。 トベの未来には大きな期待が寄せられており、彼らの動向に注目が集まっている。トベが今後どのような展開を見せるのか、そして彼らが世界のエンタメの舞台でどのように活躍していくのか、非常に楽しみである。滝沢氏のリーダーシップとビジョンにより、トベは確実に新しい時代を切り開いていくだろう。この先の展開に期待しながら、彼らの成長を見守っていきたい。このように、 トベの今後の展開には多くの可能性があり、滝沢氏のビジョンがどのように実現されていくのか、注目が集まる。特に、若いタレントたちがどのように成長し、世界でどのような成功を収めるのか、その過程を見守ることは非常に興味深い。トベの挑戦がどのような結果をもたらすのか、今後も目が離せない。トベの成長と成功の鍵は、滝沢氏のリーダーシップとビジョン。 そして新たに加わる優れた人材にある。彼らが一丸となって目指す未来には多くの挑戦と可能性が待ち受けている。今後のトベの動向に注目しつつ彼らの成功を期待したい。トベのこれからの挑戦はそのビジョンと戦略がどのように実現されるかに大きく依存している。滝沢氏が打ち出す大胆な施策と熱意あふれるスタッフやタレントたちの努力が一体となって トベは日本国内だけでなく、世界中のファンの心をつかむエンターテインメント企業へと成長していくだろう。今回の大規模な求人募集は、トベが次のステージに進むための重要なステップである。優れた人材を集めることで、タレントの育成やプロモーション活動の強化が図られ、より多くの成功を収める基盤が築かれる。特にトレーニーの育成において、多くの若い才能を発掘し、 彼らを一流のアーティストへと育て上げるためには、専門的な知識と経験を持つスタッフが必要不可欠だ。トレーニーは現在約25人おり、彼らの将来がどのように形作られていくのかは非常に興味深い。ウィンクファーストやディーパルスといった若いユニットがどのように成長し、どのようにファン層を広げていくのか。これからの彼らの活動は、トベの成長を象徴するものとなるだろう。 滝沢氏は彼らに対して強いビジョンを持っており、その指導力がどのように発揮されるかが注目される。また、トベが世界進出を目指す中で、韓国の K-POP とどのように競り合っていくかも重要なポイントである。現在、韓国のエンタメ業界は BTS や他の K-POP グループの成功により、世界中で大きな影響力を持っている。この強力なライバルに対して、 トベがどのような戦略で挑むのか、そしてどのようにして日本のエンタメを世界に広めるのか。その挑戦は決して容易ではないが、滝沢氏のリーダーシップと想像力があれば、不可能ではないだろう。今回の求人募集が示すように、トベは次なるステップへと進むために必要な基盤を整えつつある。この新たなチャレンジに対して、多くの才能ある人材が集まり、一緒に未来を築いていくことが期待されている。 トベが目指すのは、単なる成功ではなく、日本のエンタメ業界全体を変革し、新しい価値を創造することである。滝沢市の情熱とビジョンがどのように実現されるか、そしてトベがどのように成長していくのかは、今後も注目を集めるだろう。彼らの挑戦が成功し、日本のエンタメがさらに世界に広がっていくことを期待したい。そして、この過程を見守りながら、 私たちは彼らの新しい冒険に心からエールを送りたい。最後に、トベの未来に向けての問いかけとして、私たちは次のような疑問を持つべきだろう。トベは本当に韓国の K-POP に匹敵する存在となり得るのかそのためにはどのような戦略が必要なのかそして、私たちが日本のエンタメを世界に広めるためにできることは何かこれらの問いに対する答えを見つけるために、 トベの動向を注意深く見守り、彼らの挑戦を応援していきたいと思う。